どうも、こちら GT Max ガチャットブ豊です。今回は、こちら、モーサムのモバイルバッテリーを紹介します。GT Max。このモバイルバッテリーはモーサムというメーカー製で、おそらくシンガポールの会社です。モバイルバッテリーの他にイヤホンや、あと手持ちのファンとか、そういう小型のね、家電を販売してますね。申し訳ないんですけど、モーサムなのか、モースムなのか、読み方が不明なので、そちらはご了承ください。今回はね、モーサムで統一しておきましょう。モーサムのモバイルバッテリー、早速開けてみましょう。よいしょっと。こういう感じに入ってますね。同梱物は説明書ですね。保証書も兼ねてます。で、USB ケーブル、タイプ A to タイプ C ですね。で、こちらが本体。こういう感じにウサギがあしらわれた可愛いモバイルバッテリーになってます。で、裏にちょっとね、テープが貼ってあるので、これはね、外しましょう。このモーサムのモバイルバッテリーの製品名は、バカげたウサギという製品名です。モーサムの動物シリーズは、他に可愛い猫と温かいクマがあります。と思ったんですけど、これ、裏見ると、ウサギはボケているウサギくん。猫は萌え萌え猫ちゃん。熊だけは一緒で暖かい熊くんになってましたね。ここはね、ちょっと統一してほしいですね。こちらのモバイルバッテリーですが、まあ、可愛い他に結構ね、本体しっかりしてますね。安っぽい感じのプラスチックじゃなくて、しっかり作ってあるなと思いますし、でね、ボタンも金メッキが施されたりしてるので、かなりちゃんとした作りになってますね。重さはちょっと重めですね。こちらのモーサムのモバイルバッテリーは容量は1万ミリアンペアはあります。スマホ3回前後の充電が可能ですね。僕が持ってる iPhone 13 Pro であれば、まあ3回ちょっとかなっていうぐらいは充電できます。これボタンを押すと LED インジケーターがついて、充電の残量とか、あと充電してる時に色が変わってどういう状態で充電してるかっていうのも理解することができます。しっかり作ってあるモバイルバッテリーなんですよね。ポートは3つ。こちらが本体充電用のマイクロ USB、 真ん中が USB タイプ A、 こちらはガジェットへの給電用になります。こちらが USB タイプ C で、こちらは入出力対応しています。こちらにはマグセーフに対応したワイヤレス充電が可能な箇所があります。ワイヤレス充電は 15W の急速充電に対応しています。 USB タイプ C は PD20W の急速充電に対応しています。また 22.5W のファーウェイスーパー急速充電にも対応しています。このワイヤレス充電に対応した1万 mAh のモバイルバッテリーだと、スマホを全部覆い尽くすような感じのモバイルバッテリーが多いので、それを考えるとスマホよりかは小さいので、かなりねコンパクトな設計になっているなと思いますね。実際ちょっとね確認してみましょう。こちら iPhone 13 ですね。こういう感じになるんですけども、絵が逆になるのがもったいないですね。写真になるとどうなんだろう。あー、写真若干干渉してるな。ちょっと惜しいな。モバイルバッテリーを持ってこうやってねマグセーフ使えばずり落ちるってことないんで大丈夫ですね。これスマホ持っちゃうと絶対こうやって落ちるんで、そこは気をつけてください。ちょっとケースつけてどんな感じかね試してみましょう。あー、やっぱこのマグセーフ対応してないと厳しいな。このケースマグセーフ対応してないんで、それだとくっつきがいまいちですね。ちゃんとマグセーフに対応したケースを買った方がいいと思いますね。困ったもんだな。それではこのモバイルバッテリーの PD の性能を試してみましょう。どうぞ。モバイルバッテリーの計測をしてみましょう。 iPhone の充電残量 10% になります。もともと 10% ぐらいしか充電の残量なかったので、 PD 充電はこんな感じにもういきなりフルマックスで出てて、最初から 9V 2.22A に近いような数字が出てますね。安定して 20W の出力が出てるので、すごくね優秀なモバイルバッテリーだなと思いますね。見た目だけじゃないなって感じしますね。このモーサムのモバイルバッテリーの良いところは可愛いところですよね。やっぱりそれなのに高性能で低価格なところなんですよ。見た目が可愛いだけのものと違って、ちゃんとね急速充電の規格である PD とか 22.5W ファーウェイスーパー急速充電にも対応していて、さらにこのねマグセーフに対応したワイヤレス充電もついていて、それでいって価格が2980円とかなりね安い価格設定になってるんですよね。この手のモバイルバッテリーの中ではね、かなりコスパの高いものだと思いますね。有名なメーカーのところと比べても遜色ないスペックなので、すごくいいなと思いました。まあ、いまいちな点はちょっと磁力弱いですね。このマグセーフの対応してないケースに入れちゃうと、ほとんどもう反応しないんで、そこちょっといまいちだなと思いましたね。あとね、若干サイズがでかいんですよね。こちらアンカーのパワーコア1番、リーダックス 25W に比べると、まあ、厚みはこっちの方が薄いんですけど、やっぱサイズ感はね、1.5 倍ぐらい
モーサムの方が大きいので、そこはちょっと残念なところだなと思いましたね。まあもちろんマグセーフに対応してるかどうかっていうのもあるので、一概にどうとも言えないんですけどね。まあしょうがねえかなって感じはするんですけどね。若干カメラに干渉するので、もう少しだけ小さければ最高だったなって感じがしますね。今回はこちらモーサムのモバイルバッテリーバカげたウサギを紹介しました。スペックの高さも素晴らしいですが、見た目の可愛さはね、ほんとね、秀逸ですね。可愛いは正義。モーサムのモバイルバッテリーおすすめです。以上です。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。誰かメーカー名を教えてください。よろしくお願いします。